まじくお二方やってるね。もっとギクギクしてやったね。いいじゃないか、そんなこと。今せっかくね、5人で仲良くお話してるんですよ。いいじゃん、仲間に入れたっていいじゃないか。ケイさん来たら平均年齢がぐっと上がりますから。いいじゃないか、ギクギクしたっていいじゃないか。あっち行ってよ。あっち行ってよってこと。でもなんとなくね、うちのね、近所にいたね、いたずらっ子に似てるのよ。そうね。俺じゃないよ。俺じゃないんだよ、俺じゃないんだよ。嫌な子、嫌な子、分かったよ。なんだよ、さようなら。人バカにして、本当になんかここでいじめられるんだけど、あれ俺どこ座ればいいの。え、ここかんのみたい。もうちょっとどけや、はい、そっちじゃないんだよ、こっちなんだよ。まあ、いや、それはね、刑事さんいけないです。いけないんじゃないよ。ところで、あと肩が脱臼になったんですね。いや、あれは脱臼です、脱臼。肩が脱臼。あ、脱臼だったのか。ここか。はい、痛い、それダメ。やめてったってね、やめらんねんだ。今始まったばっかりだもんな。ただいま知ったちゅう、これだって。ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、今週のただいま人中でございますね。今週刊誌で話題になっているスターにスポットを当てまして、その話題を追いながら番組を進めていきたいと思います。まず最初は五木ひろし君でございます。横浜たそがれですっかりこのスターの座を獲得したんでございますけど、実は死別したはずのですね、お父様は三重県の方でご健在でいらっしゃるってことだったんです。ちょっとそれを本人にね聞いてみたくて。はい、本当にご健在だったんですか。ええ、そうです。ああ、それで五木君がお父様とお別れになったのいくつぐらいの時ですか。小学校入ったばっかしの頃ですね。あなたにね、記憶に残ってるお父様っていうのはどういう方だったですか。そうですね、よく酒飲んでよく働いて。はあ、ははあ。再会することを考えてらっしゃいますか。そのうち会えると思ってます。これね、僕もね、実は本当の自分の子供は事情がありましてね、別に暮らしております。ですから、そういうことも家庭の事情いろいろありますからね、一日も早く再会することをお願いします。はい、はい、じゃあどうぞよろしく。はい、五木ひろし君に長崎から船に乗って歌っていただきましょう。お願いします。長崎から船に乗って神戸に着いた。ここは港町、女が泣いています。港の女はお人よし、いいことばかりのその後で白いカモメに、彼岸花。函館から船に乗って東京に着いた。日暮れ町、女が泣いてます。都の女はすまさと惚れているやらいないやら、なんでもなさそうに、消しの花。お父さんっていうのはですね、はい、西野君も同じ話題で気になったことありますね。はい、あります。ね、
今の五木さんのお話聞いてどうお考えになりましたか。そうですね、僕の場合はあの、まあ、最近っておかしいんですけどね、うん、まあ会えばいつでも会えますからね、うん、あそう五木さんの場合はね、やはりちっちゃい時に別れたとか、ね、うん、そうですぜひね、また再会して、ね、そうですね。で、なんかお父様再婚なさるみたいな。いや、そんなことはまだ。再婚させてあげなさいよ、お一人でしょ。ねえ、ね、あなたお父様再婚なさったってあんたの人気なんかちっとも変わることないんだからね。そうですね、うん、どんどん第二の人生楽しんでいただきましょうよね。はい、それじゃあ、あのスタンバってください、はい、そういうことで、まあいろんな家庭の事情ございますけど、あの、一日も早くその、あの親子が再会していただきたいと思います。それでは、錦野明君の熱い涙です。どうも。君の熱い熱い涙を僕の胸に注いでおくれ。夜の夜の街も空の空の星もみんなみんな消えた二人だけの世界。熱い今度は大変微笑ましいニュースでございます。ドアエモアの芥川澄夫さん、なんか週刊誌によりますと社長令嬢と結婚なんて書いてございました。どんどん変わってくるんじゃないですか。Is that true? True story? いやどうなの、本人が焦ってるんですけどね。あのドアエモアって話題がないでしょ。ということはでっち上げ。いやでもないんでしょ。なんかやっぱりあのそんな気配があることはあるんでしょ。だから煙がないとね、そらね、分かんないけど、うん、であのどんどん変わっていっちゃってね、うん、で最後にはまあ違っちゃった感じで。あ、そう、ええ、全く枝葉がついちゃったっていう。本人が知らないうちになってたみたいな感じだった。あ、そうなの。まあでもあなたとしてはね、片っぽがその結婚話が何か出てくるとどう、気分としては別に構わない。別に構わない、うん、だってね、やっぱり人間一人生きてんだ、うん、僕はそらもう目がさ超えてるから。なるほど ね、 ね、やっぱり大人ですね。まあこれからね、あのお二方ともたくさんのファンの方々にいい歌をどんどんご紹介していただきたいと思います。今度ご案内するナンバーは比較的新しいナンバーですね。これはあの新曲なるわけですか。新曲っていうか新しい曲っていうのか、うん、新曲の中でも一番新しい曲。なるほど、はい、虹と雪のバラードです。はい、どうぞ。
日が近づく手を取り合って街ができる美しい街が溢れる旗叫びそして今度はこれなんです。あなた何よって何？いいじゃないですか。いいじゃないですかって。これは何なんですか。これは。何ですか。これは。ねえ。ねえじゃないよ。早瀬さんとはどうなんですか。え？早瀬さんとは。どうですかね。どうでしょうね。いやだけどね、あの消息筋の話によると、ね、本当はもう一人いらっしゃるっていうお話なんだけども。というのはね、松竹の新喜劇でございます。藤山寛美さんのね、娘さんの道夫さんって方知ってらっしゃるでしょ。ね、あなた。その方が本命だってんですけども、事実はどうなんですか。わかんないですね、どうでしょうね。うまく今日は太陽をかわされるんだけども、ご家庭であのブランガンをご覧になっててじーっと彼の顔を見てて、本当かどうかちょっとどうなの。はいはい、あ、はい、これは本当らしいな、やっぱりそうだ、そうだ、刑事さん、いつもそうでしょ。ところがね、その道夫ちゃんのね、はい、おばあちゃまということは神美さんのお母さんがね、はい、ちょっとあのお体の具合が悪くてね、こちらに道夫さんがいらっしゃらないんですって。そのためにはおばあちゃんにもあの良くなっていただくためにも、道夫ちゃんにね、歌の方をプレゼントします。お願いいたします。はい、頑張ろう。夏の恋は裸のままで確かめ合って、それからとは知らない、乾いた風に焼け尽く砂にブルーの海に全てを溶かし恋する、君は熱い太陽抱いて抱いて胸を焼いてしまったのさ、今は幸せ、明日はどうでも、今は幸せ、明日はどうでも。
愛していると言わないけれど全てがわかる本能のような口づけ今日から明日へ明日からそして別れの日まで離れはしない少しも君は熱い太陽のかけら燃えて燃えて僕を狂わせた花さ今は幸せ明日はどうでも今は幸せ明日はどうでも石田歩み。いつも張り詰めていて、でもとても脆い。ちょうど尖った鉛筆の芯のようなこの世界が好きだという。石田ゆり。すべて幸せに包まれた今、この世界を去ることの戸惑いはないという。石田歩み、石田ゆり。美しくがゆえに、そのすべてを歌の世界にかけ、幸せであるがゆえにそのすべてを結婚にかける対照的な姉妹。しかしここに浮かび上がってくる姉妹の心と心の触れ合いの中から和やかなほんのり温かい息遣いが聞き取れる。照れちゃうねなんか結婚10月16日でしょ、うん、デビューしたのが去年の去年の9月25日で悲しみのアジア、うん、それでちょうど1年でしょ、ちょうど、うん、9月25日にどうだった。はい、お話し中お邪魔いたしまして申し訳ございません二人にご質問しますからね、答えてください、はい。まずあゆみちゃんに質問します、はい、ゆりちゃんが嫁ぐ日の朝どういう言葉で送り出しますか。その日になってみるとわかんないです。はい、結構でした。ゆりちゃんに質問します。その日の朝、あゆみちゃんにどういう言葉を残して家を出ますか。行ってきます。行ってきますですか。はい、結構でございます、あゆみちゃんですね、ゆりちゃんの家庭がどういう家庭であってほしいですか。大丈夫でしょ、ゆりちゃんしっかりしてるから。何でもね、うん、出来上がったとこ行くんじゃなくてね、二人でね、なんか作ってほしい。はい、ゆりちゃんね、はい、あゆみちゃんの結婚をどう思いますか。ゆっくり素敵な、そんな私のタイプ見たいよいい人を見つけてほしい。あんまり早く行かなくてもいい。ね、言ってんね。はい、ありがとうございました。あゆみちゃんね、はい、ゆりちゃんとはどんな兄弟でありたいと思いますか。このまま、うん、このままで。だって私ね、ゆりちゃんが10月お嫁に行くでしょ。でも全然なんかお嫁に行くって感じしないから自然でいいんじゃないかしら、ね、何もこのままで。でもすごくね、なんていうのかな、やっぱり恋してる女の子みたいで綺麗ですねやめてよ。石田歩み、石田ゆり。ここに静かだが確かな兄弟愛があった。石田ゆり、バラ色に輝いたその瞳の中に姉歩みへの感謝の思いがきらめいていた。石田歩み、深いグレーに輝くその瞳の中に妹ゆりへの温かい思いやりを見た。石田歩み、石田ゆり。この姉妹はこれからも喜びの時は分かち合い、悲しみの時は慰め合いながら生きていくだろう。互いに進む道は違っても。
石田歩み、石田ゆり。ここに静かだが確かな美しい兄弟愛があった。夢の街
シュークリームはノリに乗ってますね。有望な皆さん方でございます。まあ本当すごいよあなた方は。ありがとうございます。どうです、仕事やってて面白い？はい、楽しいです。一生懸命やってます。そう、あなた方も大変有望なんだけどもね、はい、あなた方よりももっと有望なメンバーを紹介したいと思います。すごいメンバーだぞ。あなた方もいいよ、それは確かに。いやだ、ボインちゃんにやられちゃった。どうしよう。まあ後でまたゆっくりやってくれやな。早速素晴らしい新人をご紹介いたします。平山美久さんと野地由紀子さんです。はい、どうぞいらっしゃい。はい、それでは自己 PR、 美久ちゃんからいこうか。はい、マラソンの出来事を歌ってますけども、私はあんまり素敵な出来事が起こらなかったので、来年こそはと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、由紀子ちゃん。はい、おかげさまで、デビュー曲の私が生まれて育ったところも、ようやく皆様のお耳に入るようになりました。これからも一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。はい、どうも。ところでね、あなた方に応援団がいるんだよ、はい、ちょっと来てちょうだい。はい、どうぞ。あゆみちゃんはどっちの応援に来てくれたの？私はみきちゃん。あら、じゃあ応援団長として、はい、一発おめでとうございます。大切に歌ってください、ね、はい、いいアドバイスね。頑張ろうね。いつきさんはゆきこちゃんとはどんな関係なの？同じ福井県の出身なんです。はあ、同県の方、はい、近いの？お家は？うちは近くないですけどね。そうですか。まあお互いにね、スターダムに乗っかるように、あなたもいろんなアドバイスを受けて頑張ってちょうだい。ところでブランカーをご覧になっている方々、絶対応援していただきたいと思います。お願いしますよ。はい、じゃあ歌聞いていこう。
私が生まれて育ったところはどこにもあるような海辺の小さな港のある町よ。カモメと遊んでカモメと泣いた幼いあの頃に戻りたい戻りたい、もう一度私が、そんな私がバカに、バカに見えるでしょう。大人の世界を知らない頃に戻ってみたいけど、無理かしら、無理なのね、嫌になっちゃうわ。走り続けた彼の車に乗って最果ての街私は着いた。悲しい出来事が起こらないように祈りの気持ちを冷たい海は鏡のように映していた。朝の冷たい海は恋の終わりを知っていた。彼の両手を取って優しい言葉探し続けた。彼の両手を取って冷たい頬に口づけを受けた。悲しい出来事が起こらないように祈りの気持ちを込めて見つめ合う二人は白いカモメのように体を寄せて歩いていった。白いカモメのように涙に濡れて歩いていった。今週のベスト3、まず第3位から参りましょう。どうぞ。
第1位鶴田浩二さんの男、2665票で第3位でございます。咲いた花は綺麗でございます。しかし実のなる花はもっと綺麗なんでございます。その実のなる花、私がそれが男の夢だと信じております。いいんです、特にいいんです、いいんです。子供の頃、おふくろによく言われました。お前大きくなったら何になる。何になろうと構わないが、世間様に笑われないようないい道を見つけて歩いておくれって。それが胸に突き刺さるのでございます。自分の道は自分で探す。つまずきよろけたその時は、見つけた道のたまり水、跳ねるまぶたに忍の字を乾いて涙を止めるのさ。咲いた花は綺麗でございます。しかし実のなる花はもっと綺麗でございます。実のなる花、私はそれが男の夢だと信じております。花を咲かせるために生まれた時から死ぬ日まで真実一路心から祈り続ける俺たちに厳しすぎるぜ。今年の風も はい、いよいよ第2位です。グラッチェ、ほーら出た、アミーゴ南沙織ちゃんの17歳。沙織ちゃん、ちょっとこっちは来いや。どうだ1位になって気分は。1位、1位じゃない、あの 2位になって、もう間もなくなんだから頑張りなさい、はい、あのね、でどう、この歌歌ってて。すごく楽しいです。楽しいか、そうか、全勢力を傾けて歌ってる。はい、やっぱり可愛いな。それじゃあちらの方スタンバっててちょうだい。どうです、まああの清純な感じが何とも言えないの。とてぽちゃちゃん、とてぽちゃちゃんとした感じがいいな。やっぱり沖縄生まれってのはすごいフィーリング、清純な感じ。じゃあ沙織行く。確かめたくて、あなたの腕をすり抜けてみたの。走る水辺の眩しさ、息もできないくらい早く強く掴まえに来て、好きなんだもん私は今生きている。青い空の下、二人の愛を
締めたくて光の中へ溶け込んでみたの。二人とも目になるのよ。風は大きいけれど動かないで、お願いだから好きなんだもの。私は今週の第1位でございます。はい、行こう。小屋の根留美子さん、私の城下町、ね、なんと4895票でございます。話した話した。どうです、いつになっても1位ってのは気分いいもんでしょう。はい、ねえ。あ、それからですね、はい、今日ちょっと衣装が違いますね。はい、いつもかすりだったでしょ。そうです、ね、あの曲のイメージに合わせて。あ、そうなの。いつもかすりで歌ってたんですけど。あ、そうなの、はい、あのね、はい、ファンの方々ね、いつもかすりの着物ばっかり着てるって心配だったの。だからあの曲のイメージに合わせて。そうです、あの かすりの生地で現代的なミニとミックスして、はい、ね、あ、そうですか。ファンの方々安心してちょうだい。そういうことなんで、曲のイメージに合わせてかすりをお召しになってる。いつも着るわけじゃございません。はい、そういうことで早速じゃ あちらの方でスタンバっていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速、なおですね、第1位になりましたね。この中でですね、はい、衣装の制作過程をフィルムで見てみましょう、うん。お店はですね、はい、南青山にございますテラさん、はい、デザイナーは高見純さんにお願いいたしました。はいはい、はい、それでね、はい、スタイルがいいですからね、あなたと同じで、いい、何着ても似合う。本当、うん、それじゃあね、ありがたいわ。いや、ありがたいところで行ってもらいましょう。どうぞ。暗らして見る
今は貧しいままだけど約束しましょう頑張るわ喜ぶその見たいから年々坊やの朝が来りゃ誰にも負けない男の子幸せ薄いままだけどすがる望みはただ一つ一緒に住みたい暮らしたい ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。